視界の限界まで広がる釧路湿原。そのただ中へ向けて木道が伸びています。ここでは湿原の上を歩いて奥へと入り込むことができるのです。木道を進むと湿原はいろんな姿を見せてくれます。まず現れるのはハンノキの林。その先には杉の湿原が広がり、そしてヨシの湿原へと変化していきます。一番奥には水苔の湿原が途方もなく広がっています。ふと足元に目をやると、湿原に咲く花たち、その数およそ600種。季節が変わるたび、さまざまな花たちが現れては湿原を彩ります。動物たちも多種多様。哺乳類およそ26種、鳥類およそ170種、昆虫類は1000種を超えます。あらゆる生き物たちを包み込む広大な景色の中で、やがて一人だけになる瞬間がやってきます。季節ごとに好きな場所で思うままに過ごす贅沢な時間。ゆったりとした湿原の世界への入り口がここにあります。